韓国政府国家運営能力を喪失。現在、韓国政府によって国家運営能力が疑われるような事態が次々と引き起こされております。先日、経産省にて行われたユース管理に関する事務的説明会では、韓国政府が課長と称して土素人を派遣し、日本政府が1時間で 説明が終わると見込んでいたのに、5倍もの時間がかかるという事態になってしまいました。また、韓国の裁判所の人事も、文在寅大統領のお仲間ばかりが判事となっており、また、文在寅政権になってから外交無礼が多発、韓国政府の外務大臣もド素人であることが判明しております。 こういった事態に対して、マスコミは職員が文在寅政権で入れ替えられた結果であると報じておりますが、こういった韓国政府による、韓国政府の国家運営能力の喪失ですか、ありとあらゆる分野で発生しているものと思われます。韓国の大統領が 韓国政府を掌握するために、お仲間ばかりを重要なポストにつけた結果、韓国政府がこれまでの経験を継承できなくなり、機能しなくなった。先日の事務的説明会、輸出管理に関する事務的説明会では、実際に輸出管理を審査するはずの 課長がど素人であることが判明し、この時点で韓国政府が輸出管理をまともに行えていないということが確定してしまいました。輸出管理の決済を行う最終的にですね、判を押すのはまたさらに上のクラスの幹部だと思われますが、現場で 申請内容をチェックして、これまでの経験に基づいて判断を下しているのは課長でしょう。その課長がど素人では何もできるわけがございません。日本政府はこういった韓国政府の実情を目の当たりにし苦悩していると思われますが、 こういった実情を国民の多くがまだ理解していないと思われますので日本国内だけではなくて世界に対し韓国政府の実情について明らかにしていただきこれ以上韓国政府によって日本国民が日本企業が被害に遭うことがないように徹底的に対抗していただくよう お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました